こんにちはは風穴未来です今回はしごころトークをお届けしますお伝えしたいことが何点かありましてまずですねん風花塾に関してお問い合わせをいただいています、えー、もう既でにですね募集を開始してい,いなければいけないような時期になってるんですけどもなかなかですね クラスを増やしたりやっぱり、えー、クラスをこうちょっとまとめたりとかいろいろ試行錯誤してまして、えー、時間がかかっております、えー、ですから10月の半ばぐらいに告知できるかと告知というのかな募集開始して11月頭になるかもしれませんちょっと始まるのが。 大変申し訳ありませんで先行的にあの仕心回帰だけをですね先にや,やろうとも思っておったんですけれどもまあいざ始めてしまうと風穴塾の他のクラスの準備が不十分にな,なるとかそういう試行錯誤しております。でそう言いつつも 私の風花未来チャンネルですね。あの政治を主に話題にしている。そちらの方もお陰様でうん。登録者数。数というのかな？閲覧してくださる方が増え増えてきて、まあ、ご要望とかもたくさんいただいてまして、まあ、更新を休むというわけにもいかない状況になってきてます。ですからちょっとですね。自分の時間とかがまあ、なくなって。 えー、来ているんですねでその関係でまあ頂い,いたメールには全てお答ええー、ほとんど全てお答えしてき来てるんですけれどもまたコメント欄もですね、えー、当たる限り、うん、返信ということも心がけてきたんですけれどもそういうことで「あの風穴塾」とか私の新しいプロジェクトを待ってくださっている方も 多数いらっしゃいますので、まあ、何もかも全部やるということはできないので、まずはプロジェクトの準備の方に力を入れたいということで、コメント欄はですね、まあ、古いものは残してあるのはもうありますけども、基本的にコメント欄はえっ、ー、とクローズさせていただきました。なかなかですね、あのこうなんていうのかな、ご質問的に書かれて くださる方がいらっっしゃってそうすると返信せざるを得ないということになるとですねなかなか難しい面があるんですね、まあ、特に詩,詩があのテーマとなるとデリケートな問題も含まれるのでなかなかあの時間がかかります返信にもね。ということで、まあ、実際には「え詩心回帰」の活動が始まったらですね 有,有料サービスとなりますけれどもその特にコミュニケーション風花未来に質問してその、えー、こういうことを問題を解決したいとかそういうものに関しては、うん、実際の活動が始まってからですね存分にというのかな、えー、そ,その分、まあ、コースにクラスによってですけども電話で電話とかスカイプでスカイプ電話でこう話して 実際に私と私に直接相談いただけるようなクラスもね設けたいと思ってるので全部のクラスがそういうわけにい,けいかないんですけれどもということでコミュニケーションはえ本格的なですね「風穴塾」が始まってからということとさせていただきます。申し訳ありませんあの毎,毎回ご視聴いいいただいてるにもかかわらずあの すべてのご要望にお答えできなくて恐縮ですけどもその点ぜひよろしくお願いいたします、えー、ただあの新しいプロジェクトですね「風花塾」「仕心回帰」というものも,ももちろんやりますしあと私のメルマガで古いメルマガでもどうだろう10年以上やってるようなメルマガがあるんですけどもね言葉だけで食べていく方法という古いメルマガがあるんですけども。 ま、ちょっと前にですねもう更新は基本的にストップしますよと「でメルマガ読みたい人は仕事レターの方に登録し直してください」ということをお知らせしたんですけどもそのお知らせをした直後からですね「いやいやとんでもない」と言葉で食べていく方法の愛読者だと私は「だこれ続けてくださいよと」と。私の風穴神殿という 古い教材がありまして2008年に私出してるんですけどそ,のそれ以来の読者だとこれはどういうふうにあの極端なこと言うと月1回の更新でもいいから残してくれと寂しすぎるというようなお便りを複数いただきましてうん確かにですねあの私はそういう自分メディアというのかブログで ををを立てててききたた人間でそのノウハウハお伝えするとといいいうころろやってきましたもともと私ライターというか文章を書くことでご飯を食べてきてた人間ブログがまだ日本で始まる前ね2004年からですけど本格的に日本で始まったのはそれ前はコピーライターだとか編集ライターだとかプランナーとかディレクターとかそういう仕事をやっておったんです。 まあ、専業のブロガーになるまではですからその文章の書き方みたいなものも随分ですねその自分の中で苦心惨憺して文才がないもんですから、えー、こう精進を続けてなんとかごはあの言葉でねご飯を食べる食べてきたあといういきさつがあるのでその文章の書き方的なノウハウもお伝えしてきてるんですよ。 でそれをですね、うん、そういうことも残してほしいというねそのやはり風間さんといったら文章だということであのそれは伝えててくれとで間違っても文章の書き方の教材とかブログの教材を販売中心にしないでくださいとこれはもういブログというのは流行り流行りスタというのかなアップダウンはあるけども。 残っていいいくんんでですすねブログとううのは消えよよがないんですよ自分でいくら YouTube が流行りインスタが流行りツイッターが流行ってもブログの役割って全然違うので他のメディアと残っていくんですねただ私今 YouTube を中心にやってたりするのでそういう流れでブロ,ブログに関することの教材とかはやめるとかそういうことは言わんでくれということをと。 言ってきてきくださるる人いるんですよねでもう私の「風穴シリーズ」って言うんですかね私の活動をずっとデビューからずっと応援してきてくれる人いるんですよ私の教材全部買ってくれたりね塾にも何回も何回も入ってくれたりとかそういう方いらっしゃいます。でまあそういう方が仕、えー、心とか死に興味があって「仕心回帰」という、まあ、私の新しい 一番新しいプロジェクトでライフワークって自分で言ってるんですけどもそういうことに興味を持って下さればねあの仕心会議でいいんでしょうけれどもあのそれだけでただ文章を書いて言葉の独特の特殊な組み合わせによって読者多くの読者を満足させて収益を得るというまあ代,代価というかの報酬をいただくというねまあそれは職,職人 というかね、特殊な技に対しての,あの報酬をいただくというね正当な、えー、報酬をいただくということなんですけどね、まあ、よく「風穴スタイル」ではあの読者に与えた影響力その質,質と量にふさわしい報酬を得る方法という言ってます風穴スタイルは。 ですからなんからいただそれだけにしっかりとした表現力は身につけなきゃいけないっていうのとしっかりとした表現力を身につけてる人ってどんどん減ってるんです今の状況でこういう状況で本も読ま,読まなくなってるし多くの人が。ですから逆にきちんとした表現力を身につけると。 まあ、報酬の大小は人それぞれテーマにもよるんでしょうけども確実にですね生き残っていけるんですよね表現力を身につけるとねでその中で、まあ、お金にこ,こだわってもこだわらなくてもそれは人それぞれいいんでしょうけどもでもお金がないと食べていけないっていうのがある。で今日えっ、ー、と令和新選組の山本太郎さんのゲリラ外戦っていうのを聞いていて。 とにかく経済的に余裕がないともう何にも考えることができなくなっちゃうって人は食べることが精一杯だと何にもできないでとにかく帰って家に帰ったらもうちょっとビール飲んで寝るぐらいしかできない、まあ、それは山本太郎さん一流の言い方でそれは政治の罠だと国民に何か考えさせるゆとりを与えないためにわざとわざと 貧乏なギリギリの生活を強いてるんだということをおっしゃってたけどまあ一面それは言えてるんでしょうね。で本来その詩を楽しむっていうのはまあ私は専門っていうか本気でそれを打ち込んでいた時期があるので特殊だと思うんですけど多くの人は学生までじゃないですかそういう専門家を目指す人以外は。 文学,文学書を読むのはそれはどうしてか小説読んだり詩を読んだり、まあ、名作映画ですねそういうのを見たりってそれエネルギー使いますけれどもすごい贅沢な娯楽なんですよ。特に文学って小説って本当に深いし豊かだし、まあ、心の糧になったりね生きる指針になったりとかす 素晴らしいものなんですよただその素晴らしいものに接する時間すらないというのがもうエネルギーが残ってない働きすぎてダブルワークトリプルワークなんかやってたらとても本なんか読めないですよですから私思ってるのは積極財政、まあ、政治の話はあまりこのチャンネルではしませんけども政治が変わって 国民の生活がもう少しゆとりが出てきたらもっともっと詩を書く人が増えるんじゃないかなっていうのを一時すごく思ってた時があってただ最近思ってきたのはもちろんその考えは変わってないんですけどもそんなにゆとりがなくてもいろいろ時間のやりくりして毎日5分あれば詩って読めますからでくたくたに疲れた時 読めないだろうけどふっと一日のうち空いた時間とかにこう文庫本一つね一冊ポケットかそのセカンドバッグかなんか知れませんけど携帯していれば読むわけでそれだけでだいぶ違ってくるんですですから今から今日からやれることってあるんですよね暮らしを豊かにするっていうのはその一番時間がかからないのが詩なんですよ。 効率、まあ、だけであの詩を勧めてるわけじゃないんですけど詩はもういろんなあのいいところいっぱいあるのでお勧めしてるんですけどねそういうことで私の「風花塾は」は今申し上げたようにやはりお金の心配っていうのはすごく大きいでダブルジョブトリプルジョブはもうやめたいと。 家に帰ってまあ数時間かなこうパソコンいじれば副収入みたいなものが入ってくるというねそういうふうになりたいとでそうい,そういった時に何,が何をやったら食べれますかっていろいろあるんだけどやはり文章ですよね言葉言葉,言葉の感覚を磨いて文章を書けるようになってそれが全ての基礎ですね。 YouTuber ーーになるにせよ、インスタのグラマーになるにせよ、ツイッターになるにせよ、メルマガライターになるにせよ、やはり文章力が文章表現力っていうのは基本にないと、あの喋ることもできないんですよね。喋ると、あの書くことと喋ることっこれは明らかに違うんですよ。違うんだけれども、やはり本を読んでないと喋れないんです。やはり声が 不足してるとかいいろいろんな問題があるんですけどねですから今回の塾では仕心回帰まあ本当に仕心を生かして自分の暮らし仕事とか全般を豊かにしていきましょうよということが一つのクラス。もう一つはこ言葉を言葉の感覚を磨き言葉の、まあ、文章ですね 特に文章を書けるようになる。ということで、それプラスアルファ豊かな表現ですね。ただ、事務的にま誤字脱字がなくて、日本語になっているだけではこれでは辛いもんがあるので、プラスアルファ、読者の気持ちをつかむとか、あと表現,表現としても、少しでも豊かにしていくにはどうしたらいいかとか、そういうような。 ことともあのお伝えしたいと思ってるんでぱり、ねまあ、こ,この2つのテーマがあるんだけれどもそれをお,かお金を儲けるというのかなその言葉,言葉に関わることでし仕事それを仕事にしたいという方いらっしゃるんですね実際に。でどうしたらいいかいやもう YouTube の時代だから今更文章の書き方なんか 習ったったて仕方がなですね。ユーチューバーってその今ユーチューブがどんどん広がっているっていう感じでしょうけども私が見ていると正直ねあのそんなに面白いユーチューブチャンネルないんですよ現実は。どうしてかやはり表現力というのかなそういうものを。 磨いてきてない人たちがやってるっていうのがあるでそれ人,あの人気のある回転数閲覧数の多いチャンネルっていうのはたくさんありますよでもそ,それを目的にや,やったところでどれくらい続くのかなとちょっと時代の流行が変わったらなくなっちゃうんじゃないかとかでこういうものを見て果たして私たちの心が。 暮らしが何て言うのかな満ち足りたものになっていくんだろうかというと大いに疑問なえチャンネルが多いんですね。でその中できちんと表現の基礎ですね言葉の感覚を磨きながら文章表現そしてその基礎を、ま、学んだら。 プラスアルファの表現力をつけることとあと収益をどうやって上げていくかビジネスモデルと言いますけどビジネスとして成立させるためにはどうしたらいいかっていうところまで落とし込んでいくというかつなげていくというねクラスもやってみたいかなと思っていますですから今3つぐらい言いましたけどもそれが1つ2つのあの 最低でも2つのクラスになると思います。でそれが内容によって3つに分かれるかもしれないですね。ですが今回の「風穴塾」は2つか3つのクラスができると思ってください。もう本当は4つ5つやれたことあるんですよ。ただ前と違って講師の方結構いらっしゃったんですね。最高で5人ぐらいいらっしゃったかな。今私1人なのでいろんな関係もあったりして。ですから 4つも5つもできないのでマックス3つのクラスだと思っていただいたらいいと思います。でも必ず絶対にやるっていうのは会計は必ずやりますそれプラス言葉をテーマにしたクラスですね、まあ、その内容はどう,どういう内容にどういう構成カリキュラムになっていくかはまだ確定していません。もう下書きっていうか土台作りはできてるんですけどね。 あとそれを2つにセパレートっていうのかな分けていくのか1つにまとめてちょっと期間を伸ばすのかとかねでも今まで私の経験であんまり長いクラスってやっぱり辛いものがあるんですよ時代も今どん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 変わっていくので数ヶ月で変わっていくこともあるのでないないが出たとかねそういうので変わっていくので。 マックス3ヶ月でしょうね。2ヶ月か3ヶ月のクラスを考えています。逆に1ヶ月だと短すぎるんですね。あっという間に終わってしまうので。ですから2ヶ月か3ヶ月ですね。で、それでどうしてもやはり文章修行とか表現力アップっていうとそんなに簡単にできるわけじゃない。やはりかなり長期スパンでやっていかなきゃいけないということもあるので。で、延長。 延長したい人は延長できますよっていうふうにするかですねそこら辺まだちょっと迷ってるんですよでここまではですね「風穴塾」に関することなんですねであともう一つ語っていきたいかなと思ってるのがまあ私のこの「仕ルチャンネル」の今後の運営方法ですねで当然こういったオープンサイトというか 無料公開全公開まあ中にはこれ実は会員様限定で公開している動画もこのチャンネルは多いんですまあ塾の関係もあったりしてねただ基本的に風穴未来のしごこりチャンネルというのは無料公開が基本なんですで今までやってきてどうだろうこの風穴未来のしごこりチャンネルになったから何日経ったかというのはちょっと私把握してないんですよね ただそんなに長くはやってないですもうあの半年とかそんなことやってないですね数ヶ月のレベルだと思うんですねやってきてまあこれ今見ていただくと分かるんだけども視聴回数がここで出てます8267173112ですねで私は思ってるのはまず基本100超えというのかな100以下が あるときついかなと自分でこのやはり YouTuber というかこういうのを運営してるとどうしてもねあんまりこだわっちゃいけないんでしょうけど閲覧回数ってやはり気になりますねやはり多くの人に見られたいっていうのはあるので100を下ってるときついかなっていうのがありますでおかげさまで仕心トークの方はまあ比較的多いんですよこの173とか。 あったりね、これ105以上なんですが、まあ、この最近の2つはちょっと減ってるんですけどねちょっとこれ心配ですけどね。であと詩の朗読いくとちょっと増えてきました最近85と80なんであと少しで100かなと、まあ、朗読って非常に、まあ、私自身が朗読のプロじゃないし他の朗読のチャンネルってアナウンサーの方やってたり。 朗読でご飯食べてるに近い人もやってたり声優さんだったり BGM が綺麗だったりね映像も凝ってたりそ,うその中で私がただブログのページを見ていただきながら朗読するでは無理だろうというのはもともとありますまあそう言いつつもですねやはりこちらも100は欲しいなと思ってますね。 で次が「こ心回帰」まあこれは、まあ、私の新しい活動でありながら「ライフワーク」と私言ってるんですけどもですから「仕心回帰」という言葉自体が非常に特殊でまだ理解されてない。で何度も何度も私伝えてたって何て言うのかな「仕心」というもの自体に何て言うのかなこれだけでスルーしちゃう人。 あとあんまり興味のない人も多いし、まあ、こちらの方はねおかげさまでまあ100超えてたりするんだけどもまだ何て言うかなあの多いとは言えませんね。ですから今今んところま,ま,まあまあまあいいのが四国ロトークがいいのかなっていう感じですね。ですからあんまりアカデミックというのかな詩の難しい話より 雑談の方がまだ。いい、いいのかなっていう感じかもしれませんね。うん。こちらも。ちょっともう。こうね。こう、お勉強みたいな感じにな。なってますしね。うん。じゃ、あと、まあ、文章の書き方っていうのは、ずっと長いことも。どうだろう。十。十年以上。 ね、あの文章の書き方に関してはお伝えしててまあ教材もこれだけ、まあ、これだけじゃなくてもっとあるんですけどもで何を言いたいかというとなかなか「仕心チャンネル」をこう「よしやるぞ」と意気込んで始めたんだけれどもちょっとここ、えー、数か月間やってきて気づくのがうんやはり仕心をしにか関する。 需要というのか求めている人の数はうーんどれくらいいるのかなこう絶望的に少ないっていう気はないんですただ YouTube YouTube というメディアとの相性ですねで私のブログ美しい言葉の方には相当なアクセス来てるんですよねあのブログの方が圧倒的に多いですアクセスはこの YouTube よりもねまあ、長くやってるっていうのもあるんだけどやはり メディアとの相性ですね YouTube よりもブログの方が詩は相性がいいんでしょうねでただまあ継続は力なのでやり続けていれば徐々に増えていくとは私は思ってますただ今のこの表現の仕方でどこまでいくのかなっていう感じですねですからあんまりですねやみくもに中国チャンネルに動画をどん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 ,どんアップしても こう視聴者さんが期待しているものと要素とすれ違ってたらずっと空回りだと思うんですね。ですから一回ですねこの「仕心会議というかざな塾の一つのクラスでやそれを開講してみてまあオフライン寺子連れみたいのもやりたいと思ってますし、まあ、あと電話相談とかもや,やってみたいし。 そうなった時にどういうやり方が一番いいのかなって分かってくると思うんです。ですから一度この仕心会議を含めた風穴塾を今年中に必ずやりますのでそれが終わった時にですねこの「仕心チャンネル」の方向性っていうのは見えてくるのかなと思ってるんですよ。今はねうん、まあ、私のの力不足っていうのも ありますしやはりもっともっとコミュニケーションしていかなきゃいけないと思ってるんですねただ詩というものが大事だだけにネットでこう顔が見えないままですねコミュニケーションしようと思ってもほとんど言葉って伝わらないんですよ詩に関する私は感性がすごくポイントになる。 ですよですから私はこう感じたんだ,だけどっていうことを A さん B さん C さんがいたら三人 ABC とも違うんですそれが C さんが A さんに対して私はこう感じるのになぜあなたは違うんだってこう政,治政治のイデオロギーみたいにそれあなた間違ってるってこう,こうなってきちゃうともう拉致が開かなくなる。ですからこの とにかくね私強く思っているのは詩の同人誌とかそういうのもやってきまして私主催もしたことありますで他の詩の雑誌にも関わってきた経験があるんずっとうんと若い時ですけどねそれを思った時にとにかくね詩に興味をもり持ち詩,詩心をこうある程度 のがあるとかそういう才能ってあんまり言いたくないんだけれどもそういう人たちがこう切磋琢磨していくっていう分にはいいんだけどとにかくこう足の引っ張り合いっていうか価値観の違いみたいなもので対立し,している場合じゃないっていうのは私の考え方どういうことかというとただでさえ 死の世界って自利品なんですよ人口がもう限界まで減ってしまって死に関わる人が。ですよですから死に興味をもも新たに持った人かつて持っていて再び興味を持った人で死,死というものを愛する人は基本的に自分にも言い聞かせてるんですけどもお願いしたいのはお互いに。 励まし合ってこの絶滅の危機に瀕している死を守って育て育て,ていく温かく見,見守るで植物だったらつ土をね耕し種をまき水をやりみたいなそういう丁寧な手つきで、うん、この業界を 育てていこうというのがもうそれに徹,徹した方がいいと思うんですよ。それみんな指示にな,なりましょうということを私言ってなくて心の持つ美典を生かして生活をうんとうんともっともっと豊かにしていきましょうよ。経済的に何て言うか政治が変わるのを待っててもいつになるかわからんから今すぐできることをやりましょうよということで心後回帰。 創造的回帰創造的進化っていうことを主張してるんですけどもそういう時にこう細かいことで批判したり、えー、なんていうのかな感覚とか考え方の違いで対立するっていうのはもうやめた方がいいですねもう違ってたっていいじゃないかとちい,いろんなことでそうじゃなくて。 とにかくこの死に接することを死心に目,目覚める思い出してこういうものをお互いに協力協力というか手を携え合うあるいはもう慰め合い励まし合って何とか広げていきましょうよというのは私の願いです。ですから何て言うのかなコメントでもメールでも。 私自身はいろいろもっともっと勉強して述べていきたいと思ってるんですけども叩くんじゃなくて背中を押してあげるっていう気持ちで、まあ、私の寺子屋でとか塾を入ってくださろうというねそういう関心を持ってる人はそういう思いを抱いてほしいというのが私の願いですね。そうしない限りり結局は足の引っ張り屋に なりかねないんですよこういう何て言うのかな、えー、価,値観価値観勝負の世界というのかねもうみんな価値観が違うのは当たり前だ違いを認めるというところからスタートしないと難しいと思ってるんですでコミュニケーションも難しくなってくる。で私は詩の同人誌だとかあのセミナー,ミナーワークショップで参加してたこともあるんですよ短いある程度年齢がいてからも入ったことあるんだけど結局ね うーんあ足の引っっ張り合いになっちゃうんですよね結果ね悪意はなくてもねそのこだわりが結局お互い傷つ,傷つけあったりそれは承認欲求がありみんなそれは詩を書いてきてる人は詩集を出したいし詩集を出した以上は認められたいし賞も欲しい人が、ね、先生に褒められたいとか仲間から絶賛され,褒め絶賛されたいろいろありますよ。でもねそう,いそういうのでも結局はね何んとか後味が 味の悪さが私の中に残ってでい,いやもういいじゃないかと自分の承認欲求は私の場合もうそれは捨てましたねですから正直刺繍を出すぐらいの詩の詩を私持ってますよ今で自分にその気があれば詩集を出せると思いますただなぜ出さないかっていうともちろん詩のそのクオリティー 新たにこう何というか今の自分未来の自分としての結実として出したいっていうのがあるのともう一つはやっぱりそこに欲が出てきて承認欲求が出てきて自分の作品ってみんな可愛いから認められたいっていうのはあるんだけどもういいかなって私は思っているの自分,自分のことは。そういう褒められたいとか認められたいとか。 そういうよりも,もっとなんていうのかなみんながこう豊かになるというか楽しい気持ちになって何ていうかな未来に向かってねこう希望を持てるというのかな温かい気持ちになれる温かいまなざしでこう人を見る自然を眺めることができるような。 そういう感覚というものを。醸成していきたいっていうのは私の思いですね。正直まあ、ですから、えー、ちょっと今日は風穴塾のお話からまあ、今の今後の今後のね展開の中の基本中の基本に置きたいことにについてお話しさせていただきました。そういうことで、本当にうろうそくの火みたいなもんでふっとつ。 強く、ね、吹いたら消えてしまうような火なんですよ死っていうのは今は比喩的に言うとですからそこで乱暴にふっとこう息を吹きかけるんじゃなくて両手で風が吹いても消えないように両手で守,守っていく死という火をそれは死という文学作品の死だけじゃなくて私たち一人一人の中にある 死心ですね、これも大事に守らない限り荒れ果ててしまうで消え果ててしまうでいつか死心というひ人の持つ美点ですね数少ない良いところ人間としてのそういうものも忘れ去られていったらもう生きている価値がないんじゃないかとさえも私思ってるぐらいなんですよ。 ですからそういうことにもし共感というのかなあそうか風穴さんそういうこと考えてるのかと分かったよとそんなたくさんお金は出せないけどちょっと一番安いクラスになるかもしれんけども参加してみるよというふうな方がいらっしゃったらねそういう気軽にねあの参加いただきたいと思います。ただもう論戦の論戦の場戦いの場場いじゃなくて 私はこ,こ,これが正しいんだみたいなふうで政治の闘争の場とは全然違うのでもうみんなでこう励まし合い励まし合い大事なものをろうそくの火を消さないように守り育てていくっていうぐらいの分かりやすく言うとのはそういうことですそういう姿勢で仕心会議にはご参加いただけたら嬉しいですね。あととはまあ文章表現力とか えー、そういったうーん何てかな政権を立てていくへの道筋っていうのは私自身がやってきてるのでそれもいろんな方面から語れるかと思います。はいということでですね今日は36分な過ぎてしまいまして今までで最長かな、まあ、まあこういう回もあっていいかなと思います。でいろいろお問い合わせもいただいたことに関しての回答にもなっていると思います。ということで。 まあしばらくですね、メ,メールへの回答コ、コメント欄の回答とかっていうことは、まあ、基本でき,できかねますけれども、えー、そんなようなことでご理解いただけたら嬉しいです。はい、ということで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネルのご登録もお願いいたします。それではまたお会いしましょう。